In this radio program, all the contents will be shared in Japanese. Also, there are slow and natural speed versions that are available, so once you get used to the slow version, let's try the other one to improve your listening skills. For those who are interested in the written draft, please check out my Patreon in the provided link. ありがとうございます。こんにちは。今週も始まりましたアニメ先生のオタクラジオ、通称アニオタラジオでは、日本生まれ埼玉育ちのアニメオタクである勇気がアニメ好きな人、いわゆるオタク向けに発信するオタクのオタクによるオタクのための日本語学習ラジオです。僕が好きなアニメや気になったことなど、役立つ日本語情報を話していこうと思います。すべて日本語で話すので、リスニング練習の教材としても役立ててくださいね。こんにちは。2021年も始まってもう2週間が経ちますね。皆さんも長い休みが終わって、学校に仕事が始まって憂鬱に感じている人もいるのではないでしょうか。僕はフリーランスなので会社で働く辛さはありませんが、やはり正月の休暇で休みボケしているので、早くいつものペースに戻さないといけませんね。2020年はコロナウイルスの影響もあって、皆さんにとってとても変化の多い1年になったと思います。僕もリモートでの仕事が増え、数年前からは考えられないくらいの変化がありました。さて、2021年はどんな1年になるでしょう。皆さんが持っている今年の目標ややりたいことなど、新しい挑戦などあれば、ぜひぜひアンケートフォームから教えてくださいね。僕の今年の目標は、とにかくできる限りの情報発信をすることです。コロナの影響でもともと行っていたツアーガイドの仕事ができなくなった今、オンライン上での知名度を高めるために YouTube や Instagram、Podcast や Discord などあらゆる手段でオタクの輪を広げていきたいと思ってます。最近日本語の勉強を始めた人、以前から学習を続けている人は、ぜひ僕のコンテンツを使って語学上達に役立ててくださいね。の日常会話、アニメや漫画でよく聞くような日常会話でも使える表現を紹介する本コーナー。今回紹介するのはこちら。マジ？マジ？シンプルだけど、よくアニメで聞くことが多いのではないでしょうか。本当に？という驚きを表す表現です。マジで可愛い、マジで美味しいと形容詞の前につなげることで、本当にと感情を強めることもできます。利用例、そういえば今度日本に旅行に行くんだよね。マジで羨ましいな、俺も行きたい。マジマジ、お前のお土産も買ってきてやるから安心しろよ。ありがとう、マジで嬉しい。敬語だと本当？と言い換えることもできますが、マジと本当は言葉が与えるニュアンスが大きく変わってきます。本当？というとなんだか上品で丁寧に聞こえますが、マジ？の方は本当に驚いている様子ソースが伝わります。でもマジ？というのはややスラングに近いので、目上の人や仕事の場ではなるべく使わないようにしましょう。マジで？マジかよ、マジっすか？などなど、微妙に異なるバリエーションもあります。友達との日常会話、特に10代から20代の若者ではマジで多く使われる表現なので、ぜひ普段の会話で使ってみましょう。お前はもう死んでいる。何？おら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 、オラー。 If you're a big fan of Japanese anime, as known as otaku, these phrases must ring a bell. But how about all the other casual conversations or phrases? As a Japanese teacher and CS otaku guy, I'm always here to motivate you to study Japanese language with your passion for anime. For those who got bored of studying at a desk or memorizing a bunch of words and kanji,I'm sure you can keep listening to anime-related conversation. アニメ先生と一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。オ
のためのおすすめアニメ。このコーナーでは今までに1000作品以上のアニメを見た僕が特におすすめの作品を紹介します。紹介してほしい作品がある人はぜひアンケートフォームから教えてください。今回紹介するのはこちら、さよならの朝に約束の花を飾ろう。 PA ワークスによるオリジナル映画作品である本作は、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないや絆イーバーの原作、トラドラや花咲くイロハ、桜草のペットな彼女、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズのシリーズ構成脚本担当として有名な岡田真理さんが監督を担当しました。実は他にもおすすめしたいアニメはあったのですが、今回はラジオネームサンバランロックスさんからあまり知られていないけど面白いアニメを教えてほしいというリクエストがあったので、このアニメを紹介することにしました。結論から言うと、この作品は見たら号泣してしまうタイプのいわゆる泣きアニメです。あの花やオルフェンズを見た人ならわかると思いますが、キャラクターの感情や思春期独特の葛藤、そして生死についての描写がとても素晴らしいのが岡田真理さんの作品の特徴です。そんな彼女が初めて監督したアニメ映画だから、さあ素晴らしい作品になるのも納得ですよね。ウィキペディアから引用した本作のあらすじはこちら、10代半ばで外見の成長が止まる不老長寿の種族イオルフの少女マキアと、マキアに育てられ成長していく人間の少女エリアルの物語。エルフの里から人間界に降りてきた不老長寿、つまり年を取らない少女マキアが見つけた人間の子供、普通に年を取るエリアルとの暮らしを描く作品です。この時点でたくさんのアニメを見てきた人たちや、ベンジャミン・バトンみたいなハリウッド映画を見たことのある人なら、この後の展開が簡単に想像できるのではないでしょうか。もちろん僕もマキアが幼いエリアルを拾った時点で結末の展開が容易に想像できました。それでもラストシーンでは背景のクオリティの高さとテーマソングの美しさから涙を抑えることができなかった、そんな素晴らしい作品です。PA ワークスの技術と岡田真理さんのシナリオの融合、今まで見たアニメ映画の中でもトップ3に入る名作なので、まだ視聴してない人はぜひご覧ください。教えてアニメ先生。アニメ先生こと私ゆうき宛に届いた質問やリクエストに答えるコーナー、今回はラジオネームローランドさんからこんなお便りをいただきました。こんにちは。最初の回はとても良かったです。コンテンツ自体はすごくいいと思いますが、一つ提案があります。まずエピソード内にある早いバージョンとゆっくりのバージョンを違うエピソードとしてアップロードするのはどうですか。そうすることでリスナーさんたちがより分かりやすく選べるようになって便利だと思います。次に音の調整についての提案です。エンディング部分のコーナーだけ音量が大きかったので少しびっくりしてしまいました。そして全体的に音が途切れている部分があったので、機材や設定の見直しをしてみるべきかなと思います。ローランドさん、とってもためになる提案ありがとうございます。最初のエピソード分けについてとてもいいと思います。早速今回から2つのエピソードに分けて投稿してみようと思います。次に音の調整について、はい、ローランドさんの言う通りエンディングコーナーだけ音が大きくなっていたみたいですね。すみませんでした。今回からちゃんと確認と調整をしてアップロードしてみますね。せっかくなのでクオリティの高いマイクも買ってみようと思います。どうもありがとうございます。先生のオタクラジオ、あっという間ですがお別れの時間です。番組では皆さんからのお便り、ご質問、ご感想など何でもお待ちしています。番組詳細欄内のアンケートリンクからどしどしご応募ください。学校やお仕事、また新しく始まる2021年をアニメと一緒に楽しく乗り切りましょう。ありがとうございました。